どうもこんばんは、 NM です。超人 X 第4話第5話と怒涛の展開が続いておりますが、皆様読まれていますでしょうか。今回も内容を振り返りながら考察していきましょう。まず第4話では新キャラが登場しましたね。蛇と話せる胸の大きなお姉さん。初見では第1話で登場した時代の通う高校の数学教師かと僕は思いましたね。時代もパイオツ教師とか言ってましたよね。第4話のラストではお姉さんが蛇に変形し時代にがぶり、第5話では時代と追いかけっこをする展開となりました。第4話登場時にも東京グールのリゼのようなキャラだとか、第3話で登場した能面をかぶった男は古田みたいだとか、東京グールファンが喜ぶ展開が続きかなり話題になりましたが、第5話の追いかけっこも東京グール第1話を思い出した方も多かったのではないでしょうか。また第4話1ページ目に記載されている煽り文、進む進まない、戻る戻れない、これはアンラベルの歌詞、壊せる壊せない、狂える狂えないのオマージュと思われます。こういった小ネタも挟んでくれるのはファンとしてとても嬉しいですよね。ウェブ漫画は週刊誌に比べて煽り文を入れてるイメージはあんまりないんですけど、超人 X は毎回入ってます。しかも結構面白い。さて、超人 X 第5話のタイトルは44でした。一見死を連想させる不吉な数字ですが、今回はエンジェルナンバーでの44の意味を見ていきましょう。エンジェルナンバー44は安定と調和の前兆、努力は間もなく報われる、求めれば努力に対する報酬を得られるという意味があります。第5話では成から逃げる時代が助けを求めた際、空の彼方からエリーが煙の超人の力を使って現れました。エンジェルナンバー44にあるように、一人で頑張ってきた時代が助けを求めたから、その報酬としてエリーが現れたと思われます。ちなみに今回のお話で小学生時代の運動会の回想シーンがありましたよね。そこでも時代と東がつけているゼッケンに記されていたのは4の4、4年4組44でした。時代は自分が走るのが遅いと分かっていながら頑張ってリレーを走り切り、東にバトンタッチ。その後東は時代の分も取り返し、ごぼう抜きでゴールしています。これもエンジェルナンバー44、努力に対する報酬が当てはまりそうですね。また第4話の後半から時代の着ている T シャツに11の数字が見え始めています。エンジェルナンバー11の意味は願いが現実になる、理想や目標といった願いが叶うことを表しており、今まで積み上げてきた努力が実ることを意味しています。第4話から続く時代が人間に戻るための努力が報われる日は近いのかもしれません。さて、今回は超人 X 第4話第5話の振り返りと考察でした。タイトルやお話の中に意味深な数字を入れてきたり、キャラのセリフが独特な言い回しだったりするのは石田水作品特有の表現なので、とても面白いですよね。第6話の配信も近いようなのでとても楽しみです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。